こんにちは。はじめまして。自己紹介する前に自分が好きな格闘ゲームをここで書いてって楽しみ取ってみたいと思います。ゲームの動画載せるのも、まあ、動画自体載せるのもちょっと初めてなんで、まあちょっとグダグダなんですけど見てください。で、今日は格闘ゲームの定番、キングオブファイターズ11をちょっと今日やってみます。じゃあ始めます。とりあえずレベルは通常の4。自分の場合はまあチームごとにクリアをして、まあ、ノーコントにクリアですね。それを狙ってちょっとやってみたいと思います。そうだな、まあ全部クリアしたところを見せたいんでイタリチームですかね。まあ気に入ったらブラジルチームちょっと取っていきます。まあ、リーダーセレクトはライフでいきます。よし、ちょっと久しぶりなんでね、腕がなまってるかもしれない。まあ、グダグダだけど見てください、最初は。ラブキックの距離出すと2発ダメージがいくんで、あと1発目が無敵時間があるんですよね。だから相手の上段攻撃を当てた後に一発ラブキックの今日は1段目が中段攻撃なんで、まあ、相手がしゃがんでれば当たってくれると、まあ、コンピューターに当たるかどうかは、まあ、それが微妙ですけど。じゃあ次はクラークでいこうかな。出ねえな。あ、いや。久しぶりだよ。ローディング左手に。なんでしょうがない。Başladı.イレブンは基本3チーム目から敵のレベルが急激にアップするんで、こっからが勝負なんですよね。しかも同キャラだよ。大丈夫かな。ここがレディーゴー。やばっ。なんなん。え？マジか。やべえ。あぶねえ。あ、何年かい。あーやばい、早速ピンチ。うわーよし、ドリキン入った。ああ、よかった。イレブン知らない人はね、さっきの減り具合すごいなと思ったけど、必殺技から超必殺技のスーパーキャンセル。で、スーパーキャンセルからの、リーダー技。最初に決めたリーダーの特殊技ですね。それの、ドリームキャンセルっていうのが可能なんですよ。もう下手したら7割ぐらい減るんじゃないかな。決まってくれたらよかった。で、3チーム目を倒した後に必ず乱入者が出るんですよね。乱入者ってもコンピューターだけど。任せておけ。レディーゴー。勝て。なんだよ、腹立つにつく。 아, 되게 좋잖아. Content, leaders up. Oh, and the sooty just done. Now, Kimi no Greta Scottish. Yosh. いやー、でも11は、4でもレベルが高い。この怪しい2人が出てきたでしょう。これはね、難しい感じだけど、マガキっていうのもですよね。支援が中ボスで、マガキがラスボス。まあ、そのまま、順調に行ってくれれば、先見れますよ、多分。How much? やばいよ。この北ゲージのね、コピーの強さ半端じゃないからね。Got the point. Yeah, 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 yeah. ちなみに、通常はだからリーダーと狙いたいんでちょっと見せますね、今ね。危ないかな、こいつに。やば。凍った。やばいやばい。うおマジか。危ねえ。この辺からさらにきつくなってくるんだよ。l'intérieur.ちなみに、ラドルフのリーダー技、ジャッカファントムは単発で出すと、ノーガード技なんで、相手がガードしても当たり前。いやー、ラドルフ出てたなー。お、通ってきましたね。支援の。遅かったじゃねえか、待ちくたびれたぞ。やれやれ。ここから中ボス、ラスボスとともにまだ3対1の戦いがあります。似てるかな。やられた。マジかよ。やべえ。ああ、もったいないチャンスが。いやー、やっべえ。負けてました。いやー、別ーいや、もう今回はちょっとコンティニューします。まあコンティニューサービスいりません。あー、もうリーダーだけど、ラドルフの攻めていくか。ダメだ、勝てないよ。On va tenter ça.いやー、支援でこんなやられちゃうんか。あらららららら。マガキン食われちゃった。マガキン、こういう男前だけど、化け物になりますからね。よーし、こっちクリアだ。浜でやばいな、話の目は。チームでくれてるとこういうエンディングがあります。なんかチームでクリアすることってやっぱエンディングを見れるし、まあ、ランダムはランダムで楽しいけど、まあ、チームでやったものが得点ついてるかな。一応ブラジルチームで、まあ、コンティニュー1回クリアしましたけど、なんだかクリアできました。ちょっといろいろ動画載せていこうと思うんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。